どうもショータイムゴルフです。おはようございます。今日イーグルレイクゴルフクラブなんですけどマッチプレーですね今日も。いやなんかショータこれ前回池入るしかなかったホールだね。池入るしかねえんだよ。池入るしかない、うん、何番やん。4番やん。風は結構左から来てんねでもね、あの言葉結構ね、俺の周りで流行ってんだよ。池入るしかないと。なんで？いやなんか、あの発言がみんなにツボったらしい。4番や。4番や。いや今日は4番やのフェードかな、このアドレスは。今度反対行ったぞ逆球だぞ、これ。残ってるとは思うな。代理みたいだった今、すげえな、振ったお前代理みたいなショット打ってんじゃねえよちょっと代理ショットだったな童貞ショット19歳ぐらいでファイナル行った人間が今これだぜ。うん、ワンラウンドで OB 何発出んだよって話だ。この前浅地君優勝したけどね。ああそうだね。浅地君おめでとう浅地君はね、今度会いに行くから。まあこの前の組夢見てんじゃねえよとか思ってんだろ。うん、だって普通にこの前行ったもんね、距離的にも、うん、右だったけど。でもさ、カート道路の方行けばさ、うん、セーフだよ。そうなんだよ。あ、そうこれね、割と広いからね、ここだから。このホールはキャリーで360ぐらい出ればすごい広いホールなの、うん、そう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 。狭く感じるっていうのは、うん、飛ばないだけ。なるほどね、うん、と思うんだよ。届くか。行ったんじゃないこれ。あ、池だ池だだいぶ手前っすよ。翔太のティーショットはフェアウェイに残ってたね。ピッチング147ヤード、距離残したっちゃいい距離残した。いいんじゃない。うまい。あ、ちょっとでけえか。まあでもいいんじゃないの。いいってことだよ。ああ、そうだ。うん、130ぐらい。全然見えない。何度？52度。あ、乗った。乗ったんだけど、弱い。これだ。缶の、パーパット。うん。ボギーパット。逆だね。ダボ。スリーパットでいい。はい、翔太スリーパットで勝利いや天気いいね。どう、ラインは読めた？あ、読めた。完璧じゃん。うん、まああと打つだけだね。ナイスバーディー。ワンナップ、ワンナップ。やっぱ刻むのも咲くのうち何笑ってんだよ何笑ってんだよさすがだな、やっぱだいぶ手前にいや、これ守んでしょ。これは守ん。硬い。さすがに守ん。硬い。うん、ああ期待してるよ。うん、期待しといて。ああ、フェードの予定がドローしてる。ああ、で飛ぶんだ、見つけたんだよな。ああ、そうなんだ。そう、ちょうど俺が今使ってる黄色みたいなコロ。そう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 、転がるんだ。転がったよね。うん、なんてずれるもんか、これ。真ん中だけ綺麗にね、その周りにその周りにすげえボールの跡ついてまあそろそろシンクだ。そうそうね。そうだね。シンクやと、ね、翔太フォロー吹かしてくるね。あ、フォロー吹かしてやるよ。インテンショナルフォロー発動する。上げてるからね。うん、大丈夫。打つ頃にはフォローになってるよ。
だからもう安心して高弾道だよ。翔太安心して高弾道でいいよ。全然そこはノープログラム。ノープロノープロ。マッシュ。行け。行け。行け、翔太。パワーフェード、ドロー。どっち。来た。ああ左だ。ステイ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 。止まれ。あ止まった止まった止まった。セーフセーフ。セーフ。あぶねえ。いや普通に超えるなこれ。行けよ超える。普通に当たるかな。これですね。アンカーの左。何狙ってると思う俺今。ピンでしょ。カップ。射程範囲。あ、これはまずいね。また池入っちまったよ。また池入っちまったよ。もうなんかさ、また前回と似たような雰囲気出てきて、ボールが残ってれば勝利みたいな。ボールが残ってれば勝利。翔太あれもうバーディーだな。ナイス。いや俺次入れればバーディーだから。バーディーチャンス。そうバーディーチャンス。入れても、うん、なんか池入ったから手堅くいくとかそういうのないから。ああああ俺もう特設でいいから狙ってんだよ。130、50、52。バーディーチャンス。バーディーチャンス。ああ左だ。ウエッジは左行くんだよな。なんでか。2アップおめでとう。ありがとう。翔太、距離はね、38ヤード。そんなある。お、これはうまい。ナイス。いいね。ナイス。4打目。やっちまったぜ。はい、バーディーパット。俺がこのホール勝つためにはまず翔太がこれを池に入れるしかねえわけだな。ずいぶん切れんね。お、うん、ナイスパー。ナイス。2アップ。2ダウン。これはダスティン。ダスティンでしょ。パワーフェード。うん。ちょっとね、飛ぶフェードっていうのを見せてくれよ。おう。これがパワーフェードのアドレス。いいんじゃない？いや、いいじゃんこれ。完璧。フェードっていうかほぼストレートだね。風の分だけフェードしたみたいな感じ。ああ、フェードとかって、うん、まあ、やっぱ技術的に結構かっこいいと思うんだけど、うん、これはちょっと自分のスタイルを貫くね。お、上から行く。この上。どこの上。一番高い木。一番高い木のちょっと右だね。ああ、右ね。ああ、マジで。うおぉ、すげえ。完璧だろ。よいしょ。ちょっと木当たっちまったけど。うん、大丈夫でしょ。枝は何ヤードぐらい。枝は大体10ヤードぐらいだ。10ヤード。ただ、今の俺のボールの球威からして、あれはほとんど無視できる。枝なんて全部折っちゃえばいいかな。さすが。パワー。俺は右のラフ。あった。うん。なんか知んないけど、400ヤードぐらい飛んでる。
あれであんの、うん、すげえな。いやまあ俺はもう当たり前じゃん。そっか、うん、だって黒着てるから俺、黒い方が冷静になれるんだよね。墓でも踊ってやろうか。バカだな。墓じゃなくてバカだよこれ。ちょっともう一回もう一回。バカだサムネにする。バカ。墓じゃなくてバカだよこれ。トータ6番。ちょっと打ち上げてるからね。距離だけだと多分180くらいなんだ。何今の。思ってたより大事にだった。ラグビーの動き。ラグビー。6番アイアン、これはもうドストレートに狙っていきますよ。完璧じゃね。全然やべえ、これやべえよ。え、ダメなのあれ。ダメ、右すぎる。右すぎ。ダメ。ダメダメ。まあでもあるだろう。あるある。池越えてここにありましたね。130ヤード。 130? 52度。パー5、52度。うん、52度。ピンはピン分かんねえな、あの辺だろ。今裏かな。見えない。 いいとこ行ったんだ。どうさせろ。パワーブなんてなんか途端に以上になってきたね。そうだね。いや、ナイスオンですよ。なんせセカンド6番やんと52度分かんない。いや、いい勝負だね、これはね。レベル高いね。うん、レベル高い。フラッグはホワイト。うん。ありがとう。いやー、これぞ紳士の精神だね。自分のラインを踏んでまで他人のピッチマークを直すって。ジェントルマンだよ。ジェロメン。うん、ジェロメンだよ。日本を愛する黒人演歌歌手。下り、うん、スライスなんだよ。スライスじゃない。見たでしょ俺の。ナイスバーディー。なんでスライスするんだろうね翔太。これ大事なバーディーパット。どうせ、うん、フックのはず。どうせフックだ。絶対フックするはず。しない。スライスした。なんで。わかんねえ。バーディー取った俺でも分かんねえわ今の。ちょっとさ、いや謎だわ今の。いや入ったと思ったけどね、すんげえ入ったと思った。もしかしたらちょっと心が白く現れたのかもしれないな。ああそうだね。ああこの結果曲がるものが曲がらなかったみたいな。そういうね、うん、純粋さみたいなのがショートパットには出るのかもしれないね。